どうもシュートです。さあ今回もイフトボールアプリのとこ撮っていきますけれども、今回はまあ昨日に引き続きガチスカ級選手のタレントデザインの紹介ですね。もうタレントデザインリセットの無料期間が明日の10時59分に迫ってきてるんで、まあ、前回はこっからね当日に延長しましたけど、明日はまあどうなるかわからないんで、まあ、昨日も言いましたけど、とりあえずちょっとまあ今後使いそうな選手、今全然使ってないけど、まあ、準ガチスカ準レギュラーぐらいで普通に強い選手っていうのはタレントデザインリセットとしておいた方がいいかなと思いますね。今やれば無料なんで、振り直すのは全然お金かからないんでね。でまあ今回はサイドハーフから CF までもう前線の選手を一気に紹介していこうかなと思います。でまあ昨日もそうだったんですけれども、個々の選手で解説していくことはなく、もうポイントの振り方それだけを紹介していくので、まあテロップとか少なめで、まあそんなに解説はしないです。でまあ昨日に引き続き、まあ選手は厳選してガチスカで使ってるような選手たちを紹介していきますけれども、まずは水戸選手ですね。タレントデザインに関してはこんな感じで531489となってます。ではそのお隣、次は田原積田選手。まあこの選手今使ってる人非常に多いんじゃないかなと思いますが、シュート4、パス1、ドリブル11、クイックネス12、脚力12って感じですね。では次は、三笘選手、ショータイムの三笘選手。この選手もモメンタム持ってますが、8、2、12、10、14って感じですね。脚力だいぶ上げてます。じゃあ次、まあサイドハーフ結構多いですね。マクシマ、まあプレミア選抜のやつですけれども、8498894ということで結構バランスよく上げてますかね。でまああとは習慣とかが多いんでちょっと飛ばして、まあこのガビとかも一応紹介しておきますかね。まあ多分ねそんな振り方変えてないですけど、48818となってます。じゃあ次はまあ結構ね一番気になってる人もいるかもしれませんが、レオン、648184ということで、まあレオンだけ特別にちょっとだけ解説しておきますと、やっぱこの選手身長がでかいんで瞬発力高めにして扱いやすいような育成にしてますかね。あとは結構バランスよく上げちゃってます。パスとかも元から結構上手いんで上げた方がいいかなと。じゃあ次はネドベド、左サイドハーフなかなか終わらないですが、4412882ですね。で右サイドハーフとか特にあんまりいないんで、まあビッグタイムの久保選手とか一応紹介しておきますかね。ドリブル12でクイックネス7、脚力12って感じで、まあドリブルしかこの育成では振ってないですかね。でまあ一応このショータイムのやつも紹介しておきましょう。モメンタム持ってる久保選手ではないですが、4711211って感じですね。でまああとは習慣だらけなんで置いといて、まあベッカムは僕全然使ってないんで多分紹介した育成そのままですけど、54128113ですね。はい、じゃあ次 OMF、 ここも結構多そうですが、じゃあまずは今野さんかな。タレントデザインの振り方は221688ということで、ドリブルだいぶ振ってますね。じゃあ次通常ラファシューバーとかも一応紹介しておきますかね。481189となってます。で、マルコスジュニオールのショータイムのやつは多分変えてないですけど、54101212って感じです。じゃあ次はまあこのエピックの中田選手、1900試合ももう使ったんですね。54128010です。まああと CS のソボスライなんかも結構ね割と人気ではあると思うんですけれども、54128014となってますね。じゃあ次はムニアイン、結構優秀なんで一応紹介しておきますけど、11121212って感じです。じゃあ次はラファシウバですね。なんかの裏のハイライトで来てたやつですけれども、341289って感じです。一応横にいるんでレミキャベラも紹介しておきますけれども、481211313って感じです。次はブラジルカカですね。これだいぶね今の環境強いですけど、441988って感じで割とバランスよく上げてますね。フィジカル8上げるとフィジカルだいぶ強くなります。でまあミランカカとかも紹介しておきますかね。だいたいこんな感じの631199となってます。でショータイムソボスライに関しては、388993ですね。結構強いです。で最近登場したビルツもうだいぶ使いましたけど、54118って感じで、まあそんなには変えてないですかね。でまあその横のトッティ、未だめちゃくちゃ使ってますけれども、558815ということで、これも全然いじってないかな。まあグッティもまあまあぼちぼちは使ってますけど、448911ということでそんな変えてない。でまあ後の面々この辺のエピックビッグタイムあんま使ってないんですが、ベリンガムも育成全然変えてないですが、44118123ですね。でまあ一応ジーコも紹介しておきますかね。 AI はだいぶ嫌いですけど、64128010ということで、この選手の使用感は相当いいですね。では次ウィング行きましょう。ウィング結構多そうですが、まずはデニューソン、この選手は51111216って感じですね。でからまあ一応アザールとかも契約は切れてるんですけれども、全然強いんで一応紹介しておきますね。67998ということで、多分そんないじってないですけど、今の環境でも全然強いと思います。めちゃくちゃ使いやすいんでね。じゃあ次はリシャルリソンもちょっと紹介しておきますが、この選手も
今の環境 CF でものすごい強いですね。7-0-8-18-4って感じです。まあ、あとこの選手も強いんでサンチョも紹介していきましょう。ちょっとポイントに余っちゃってますけれども、3-3-8-18ってなってるんで、まあここ4-4にしておきますね。次はミランのパックのレオンかな、監督ブースターパックのレオン6-0-18-8-4で、これは初めて登場した100ソン・フンミンかな、 CS のこれは4-2-10-16って感じで、多分そんないじってないですね。でこっちのアジア選抜のソン・フンミンも多分そんないじってないかな、4-2-10-2-16って感じです。で次はショータイムクバラツェリア、まあ結構ね今環境強いと思いますけど、5-2-8-10-2-10ということでそんないじってないですかね。で次コマン、コマンもねやっぱ今陸上環境なんでめちゃいいと思いますけど、6-4-10-2-8-8って感じです。じゃあ次はビッグタイムネイマール、まあこれも定番に強いですけど5-2-10-2-8-10ということで、まあ最近はベンチに置いてることが多いですかね。まあモメンタムビニシウスに関しては3-3-9-8-11って感じです。でまあ契約切れちゃってますけど、ブラジルパックのネイマールも紹介しておきましょう。全然振り方は多分最初から変えてないですけど4-4-8-8-4って感じですね。ポイントが少ないんであんまり遊んで育成することはできないかなと。じゃあ次はビジャー、ビジャーのタレントデザインもそんないじってないですね。4-1-11-11-9-4です。じゃあ次はロナウジーニョ、今の環境めちゃくちゃおすすめな選手ですけど4-0-8-8-12-4ですね。じゃあ次はビッグタイムムバッペ、この選手の育成もそんな変えてないですが4-2-10-8-8-8ですね。これが結構定番かな、フィジカル8振る人ちょっと少ないかもしれないですけど、今の環境はおすすめです。じゃあ次はリベリー、この選手の育成も6-4-10-8-10ということで多分当初のままかな。左ウィングなかなか多かったですね。右ウィングは多分そんなにいないと思うんですけれども、まあ一応ドナドーニとかも紹介しておきますかね。元相棒ではありますが4-4-10-2-8-8-4ですね。まあ多分全く変えてなくて、フィーゴとかはまあ無印 OMF で使える選手なんですが、シュート0で4-8-6-14って感じ。まあクルセフスキとかも無印 OMF で非常に強いですが4-4-8-8-12ですね、このプレミア選抜のやつで。まあ元祖最強キエーザなんかな、この CS のやつが。これも全然変えてなくて3-2-8-8-11-4ですね。まあ多分もうちょっといい育成あると思います、昔の育成のまんまなんで。ジャパンツアーのサネに関しては4-1-11-8-8ですね。今このインレシディアビに関しても出た時から全然変えてないですが8-2-12-7-8です。でデンベレ、これはなんか国代表の選抜なんか週刊ガチャみたいな、週刊ではなかったかな、 CS 的なやつかな、3-3-12-8-8で、モメンタムマフレズは全くね正直使えてないんですけど4-4-9-9-8とそのままですかね。でまあ今登場してる久保選手、モメンタム久保選手は4-4-8-10-12と、まあ紹介したやつそのままかな、もうめちゃくちゃ強い。で次はまずビッグタイムメッシとかも紹介しておきますかね、4-4-9-19ということで結構まあスタンダード育成かな。いや次一応ね今このメッシもねそこそこ強いと思うんで紹介しておきますけれども、これは4-4-4ですね。まあ能力見た感じ普通にこれでも強いんですよね。じゃあ次は担い手メッシですね。担い手メッシも全く変えてなくて1-1-10-2-10-10って感じで、まあドリブル脚力とかをメインに上げてるかな。じゃあ次は神の子メッシ、神の子メッシはまあ結構 CF 向きな感じで4-4-7-10-13って感じですね。ちょっとね結構疲れてきましたけど、じゃあ次は ST はまあフェリックスから見せていきますかね、4-1-11-18で、次はルンメニゲ、ルンメニゲはまあ今も使ってる人非常に多いと思いますが7-1-9-8-8-4ですね。早くブースター欲しいね。ではオランダ版フリット、ちょっとミラン版は紹介しなかったですけれども 4-4-12-9-8-1、 今あとこの辺の選手あんま使ってないんで紹介しなくて、まあマラドーナですかね、4000試合行きましたね。このマラドーナ全然いじってなくて7-4-9-9-12ですね。まあ一応このブースターメッシも紹介しておきましょうかね、3-3-11-8-11です。まあシティはこんだけで、まあラスト CF ですね。 CF もかなり多そうな気はするんですけれども、まずこの CL の指名契約マチステル、まあ総合値はちょっと低めなんですが8-1-12-9-12-4でだいぶ強いですね。でまああとはちょっとデウロフェウとかも紹介しておきたいですかね、4-1-12-19ということで3トップならだいぶ強いです。まあ、あと無料配布マチステルとかはまあ使ってないんですけど育成変えてなくて5-0-18-8-6ですね。でまあ次
次はサビオラですかね。サビオラも CF ではなく、ちょっとサイドの3トップのサイドの育成でしちゃってますけれども、0014884って感じですね。で、まあ、無料配布メッシとかも一応見せておきますかね。33786って感じです。じゃあ次は、まあ、ヤンコレルかな。844518で、ジャンプに4振ってますね。じゃあ次はフォルラン。フォルランもね、そこそこ使えるんですけど、6012884って感じ。で、まあ、ラウタロとかもちょっと最近使ってないですが、4014864。ラッシュもそんな使ってないですけど、801189で、まあこの辺はちょっとあれで、あ、ロマーリオですかね。ロマーリオの育成は501888ですね。で、次はオーウェンですかね。オーウェンちょっとまたね、昨日ぐらいから使い始めてるんですけど、601299で、まああとはフェノミナルハーランド、この選手の育成は今は4068111にしてますね。脚力だいぶ上げてます。まああと上の方はクライフ OMF で使ってますけれども、351083ということで、そんな変えてないですね。で、まあエトーとかはそんな変えてないですけど、201011って感じ。一応こっちのエトーも見せておきますかね。501285です。まあこっちのビッグタイムロマーリオの人もいると思いますが、408886ですね。で、まあシェフチェンコ、まあ正直僕はあんま使ってないですけど、801882で、まあファンニステルロイも意外と強いんですけど、1102-1294で、まあショータイムムバッペ、やっぱ僕はムバッペの中では一番好きですけど、408887ですね。じゃあ次はドログバ。ドログバに関しては904-1284ですね。で、まあラストはキングメッシ。キングメッシの育成は544-1042ですね。まあこれで多分前線の選手はバッチリなんじゃないかなと思いますので、今回はここで終わっていきます。で、まあ今日もアップデート、12月の配信予定のアップデートで、まあ、e フットボールリーグのリニューアル、マッチングシステムが変わったり、レートが多分 DB1 だけだったんですけど、今までは、まあ、それが DB3、DB2、DB4 とかどこまで行くか分かんないですけど、そのあたりまでレーティング制が採用されるっぽいんで、まあ、DB1 に行かなくてもレートがもらえるようになりそうな感じしますかね。で、ドリームチームでのトレーニングとか、自分の持ってる育成してる選手でトレーニングがやっとできるようになったりと、まあ、結構なアップデートが来ますね。めちゃくちゃこの2つはいいと思います。ただまあタレントデザインのね、リセットがもう明日で本当に無料が終わってしまうのか、まあ、前回みたいな感じだったらまた延長になりますけど、まあ明日になってみないと分かんないんで、まあ、一応やっぱりね、あんまり使ってない選手、もう育成そこまでこの育成から変える気がないっていう選手以外は無料の今のうちにリセットしておいて、また使いたくなったらポイント振り直すみたいな感じで、その環境に環境に合わせて育成し直すっていうのがいいんじゃないかなと思います。それでは今回はここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。